義士四十七図鑑、騎兵密つの武官密の部元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤穂老子四十七子の一人、通称は騎兵、官営十二年、誕生。子に、長男、相田光沖、次男に、真甲夫がいる。赤穂藩では、勝手法銀未役として使えた。また、武芸は、父より、天竜剣術を学び、 所流の剣術流派の系譜をまとめた剣術系図を表している。剣六十四年三月十四日、主君の浅野長典が江戸城小塩廊下で、吉良吉仲に人情に及んで切腹、阿公藩は改役と決まった。この時三信部は阿公におり、長男三沖と共に大石義雄の偽名に加わった。また、次男の幸風はゆえあって江戸へ出奔していたが、 後に偽名に加わった。元六十五年十月、原本時良と共に、江戸へ下り、蕎麦城記載と変名して三つ置き、高風と共に新興寺町の借屋に潜伏する。同年十二月十四日の平邸打ち入りでは、裏門隊に属して、吉田兼介、小野寺秀和と共に、大石義金の貢献にあたる。この際、槍に、宮古鳥伊こ琴と,とは、 ん武士の恥あるよとは知るや知らずやと書いた短冊をつけていたという。また、老齢ながら敵の一人を槍で倒している。討ち入り後は、細川津成屋敷にお預けのみとなる。細川家の説藩役の堀内重勝の覚書によれば、三信は物語性格で皆と話もせず、いつも黙って座っていたという。元禄十六年二月三日、江戸幕府の命により切腹。 去年69、開名は人選女剣信事。ありがとうございます。